ちなみに俺、ここ別にトラウマステージじゃないんですよ。あ、そうなんや。割と普通にクリアできた。なんで今さ、隣でさ、失敗し続けてる人の横でそういうこと言うの？ああ、ごめん。今のごめんか、今人生で一番ムカついた。山本さん。はい。ゲームにトラウマってありますか？一切ないですね。あのね、このマリオサンシャインにはすげえトラウマステージっていうものがあって、もうめちゃくちゃ難しいんですよ。なるほど。一つのステージごとが。はい。で、今回やってほしいのが誕生大砂取り。はい。はい。これで、あなたに、トラウマを作ってほしいなと。もうこれクリアできるまで、これ以降の収録は全部誕生大砂取りになっております。マジで？ということで。クリアできんかったらほんまにトラウマになるやん。まあ、半年ずっと誕生大砂取りかもしれへんで。毎回やっぱ、8時間ぐらい撮るけど、全部これになりますから。さあ、スタートしていきましょう。じゃあ行こう。まあ、その誕生大砂取りまでは、もうナビゲートしますよ。ストーリー。なるほどね。うん。で、まあそこを通る。ほんで？で、これでいけんねんね。オッケー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 。あれ、ああ、壁ありますか？嘘やん。頑張って。ここやな。もうコインで目印もついてますから。やべ。え、もうトラウマステージ始まってん？始まってへんわ。なあ、センスあるよ。こんなセンス褒められたくない。失敗のセンスだろ。面白い失敗しますね。お入ったー。よーし、しげだ。まあ、こっからやね。オッケーオッケー。大砂取りです。これ生きてんの？うん。あ、生きてんのよ。で、まあ、一応この上で赤コインを8枚集めるっていう。あ、これね、分かってるよ。見えてるもん。うん。っていうのがステージ内容なんですけど。俺も、お、でも、ちょっとサクっていってますね。余裕よ。青コインあるよ。あ、青コインは俺がまだ集めてない。なあと100。うわ、つっ。まあ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 。うん、大丈夫、大丈夫。ただの油断やから。うん、油断の死は、ノーカウント。まあでも、5個くらい集められたからな。思ったよりも、余裕やな。もう、10分くらいで終わりそうかな。いけるいけるいける。こんなゲームトラウマになってんの？そうそうそう。まあ一応、トラウマステージってみんな言って、いろんな配信者でその、大砂取りが来たら、うわ、出たよ。このトラウマステージみたいな感じにはなって。情けないこと、この上ないね。こんなステージサクッとクリアしてみる。まあ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 。まあまだ2回目。そうよ。そうそうそう。だってなんならマリオサンシャインも全然触ってないわけやしな。触ってない触ってない。触ってて坂のあの動きしてたらほんまにセンスないで。さあ頑張ってください。尻尾難しない。埋まってる埋まってる。いけたいけた。あ、ちょ、あ、大丈夫か。なんかこのさ、うん、視点なんとかならへんの？ならへん。くそ。頑張れ。それがちょっときついな。あ、でも、結構サクサクと集まってますね。だってトラウマって言ってもさ、だって、うん。子供がやってトラウマになったせいじゃろ？まあまあまあ、そういうことやもんな。子供じゃないからな。あと1枚？どこにある？言いません。カモメが飛んでるね。言わへんねんけど。うん。まあでも、しばらく待ったらの話だよ。ちょ、危なっ。お前危ないことすんの。視点。視点もやし、滑るし。いやでも、すごくない？まあ。多分今の初見殺しやろ。まあそうっすね。回避したもん。いや、死んでない。初見殺しで死んでたやん。で、俺もう分かってるから。はい。斜めなるのはね。うん。高さも覚えとこう。まあ、この辺ですかな。この雲が来て、来てる。うん。ここよ、ここ。お。発動せえへん。ポンプ発動せえへんで。まあまあまあ。え？なんか今のゲームって結構割と動かしやすかったりするけどさ。そうやね。結構癖ない。ある。やろう。だから難しいんですよ。あ、ちなみに終わりです、それ。絶対にクリアしてやる。
まあでもその心が大事よな。もうメンタルで負けたら、そうマジであかん。あの、クリアできんくなったからトラウマやもん。もう100時間かけてクリアするから。なんでそんな際を走ってたん、ずっと。ちゃうって。視点が高すぎんねん。あ、面白いわ。真面目にやってるんやけど。いやー。危なっ。まあ、ここで7個はゲットしたと。ゲット。うん。危ねえ。ジャンプでさ、その、動くのも、すごいよな。そう。後ろ行くよな。よしよし。大丈夫。ポンプー時間あるんや、これ。そうやな。結構、こうなってる時間も、長いからな。なんか、水の続く限りは、ずっと行けるもんやと思ってた。うん。では首ら辺にいとくか。じゃあ、最初から、その、お。近いところ、その、はいはい。横になっても大丈夫ですよ、ゾーンら辺にいとくわ。なるほどね。なんで動かへんの危ない。死にかけた。いやまあ。これはでもわざと死んだから、実質なしっていい？カメラ遠いなぁ。え、どうやって、近くできんの？え？あ、それ聞いてた。そう。あ、な。上下で、ちょっとは、近くなったりする。そういうことか。あ、こうか。うん。あ、まあ、これでちょっとやりやすくなった。そういうことや。これでもう、クリアしました。ああ。いや、まあ、そこやってね。そこやってんな。そういうことやね。いや、あと、よし。悲しいやん。あ、ね。これ壁で押されてると思います。ドン。やんな。恐れが今生まれている。ちょっとあれやな、ちょっと奥目に行ってからジャンプしてとるわ。そやな、その、なんていうの、着地してちょっと一歩ぐらい進みよるからな。そやな。さあ、セーブしたところから。トラウマ舐めてんの、もしかして。でも、そんな簡単にトラウマって呼ばれるんやったらさ、うん。苦労せんのよ。お！一発。まあね、それはもううまいから。ちなみに俺、ここ別にトラウマステージじゃないんですよ。あ、そうなんや。割と普通にクリアできた。なんで今さ、隣でさ、失敗し続けてる人の横でそういうこと言うの？ああ、ごめん。かむかつく。今のごめんか、今人生で一番むかついた。ああ、おもろいわ。まあでもマリオサンシャインな、ゲームキューブもやってるし、いけるやろ。まさかね、まさかね。よし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 、この辺とく。頑張れ。このくびれな、くびれのところに照準を合わせとくね。うん。もういけるかな。そうすると、来た。おー、しがみついてるもん、これ。ほら、ほんで？これ攻略方法やろ。ほんで？え、もうなんもないやろ。どうやって帰んの？どうやって帰んの？それどうやって帰んの？こうよ。太れや、オスドリ。ブロック一個でな。なあ、頑張んなよ。もっと食べろよ。この辺から変わってくるから。うん、で、ちょっと、おい、おい、邪魔すんなよ、お前。まあでも視点も結構大事かもな。その、雲が被ってたから。ポンプいらんわ。お！ほら。みんなー！お！大丈夫！間に合え！あー！気合い出せよ！なあ、こいつさ、死にそうやのに気合い足らんくない？ちょっと。ここはいけんねん。この横っ腹に乗れるかどうか。そこよね。問題は。まずでもさっきすげえ上手かったもん。お！ここに、ちょっと乗って、ほらもう乗れるやろ。うん。余裕やん、もうこんなん。ほら。はい。失敗する要素ゼロやん。うん。え、これトラウマ？ははは。お！弱。どうやる？うわぁ！マジか。どうする？諦める？ナイス！ OK、7枚は取れる。7枚取れた。よし、あと耐久や。くびれね、くびれ。うん。視点を近くして、くびれ。オッケー。
オッケー、もうちょいか、もうちょいやな。でもこの辺はほんまにあれやんな、マリオの慣れっていうところあるよな。そうやな、タイミング、次はもうタイミング。そう、外見るか。どのあたりのタイミングや、ちょっと視点で、2回泣いてる。まだいける、まだいける。オッケー、帰ってきた。湯もくり、うん、おい、怪しい動きすんなよ。左に、今度は左。やめろ。お、お、クリアちゃう？ 7 枚目か。どうなんやろ。8枚目か。お、何こんそのおって。いや、わからんで。ぐぅ余裕でしょ。おめでとう、来たー。いやー、30分、思ったより早いっすね。俺10分でいけると思ってたのに。おー、取ってください。いやー、おめでとうございます。なめんな。みんなのトラウマステージ誕生大砂取りクリアでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、まあよかったな。はい、できました。トラウマやった？全然そんな大丈夫。じゃあ次のステージ行きましょうか。